怪物で、この気を。妖魔どもよ、容赦なく攻め立て。敵は盛況の部隊を揃えてきたよ。鶴のみで押しても攻めきれまい。ならば私たちの術でどうにかしよう。準備のため少し時間をもらえるかな。小生と青年二人なればこその秘術、期待しているといい。私の士気をしのぐほどの働きだな。片城と比べられては不満かな。サジたちの邪魔をさせねえ。わしが全部蹴散らしてやるぜ。頭を使うばかりが仕事ではない。役目とあらば渡すまで。いや、さすが相変わらずお見事ですね。準備が整うまであと一息といったところか。もうしばらく妖魔らを抑えてくれたまえ。上司流ケン、私の士気をしのぐほどの働きだな。片城と比べられては不満かな。待たせてすまないね。術の完成はもう少しだ。いや、さすが相変わらずお見事ですね。みんなよくここまで耐え抜いた。今こそ我らの術を披露しよう。負けられぬ。おい待て、俺は味方だ。どうしちまったんだよ。怪物をまとめて味方につけるなんてな。よっしゃ、今度はわしらが攻める番だぜ。前、私の士気をしのぐほどの働きだな。片城と比べられては不満かな。小賢しい術を使いよ。ならば我が輩も地層をせねばな。源氏の小僧出陣せん。術がなるまで我が輩の盾となるのだ。一歩も動くな。砕け散れ。清盛が何やら企んでおる様子。このままでは厄介なことになる。早急に清盛を止める必要があるな。まずはあの二人を退けねばならない。さあ先に出してやろう。やはり清盛の下では十分に力を発揮できぬか。やりやがるじゃねえか。相変わらず危なげない戦運びよ。やはりそなたは大義。源氏の御曹司がやられようとはな。術の準備は十分でないが致し方ない。あまたの火種を潰されましたな。執着しね。術には術を。今度はこちらの番だね。早速支度するか。我ら二人の力を思い知らせて神勢よ。何企んじゃってるのよ、二人さん。清盛のおっさんを困らせちゃダメだぜ。力を示す。猿とて火種は消さねばなるまで。私の士気をしのぐほどの働きだな。
片白と比べられては不満かね。決められぬ長期流剣山出せたね。さあ準備は整った。小生と青年二人の秘術が威力その身をもって思い知るとよい。くしゃくな真似よ。どうやら形勢は定まったな。そのようだね。では清盛を討ち勝負に幕を引くとしようか。負けられぬ。サジ殿、引き死に勝る鮮やかなお手並み。術の成功はあなたなしではありえなかった。小生は少しばかり手助けをしたまでのこと。大それたことはしておらぬ。むしろ我らを守り敵を封じた者たちの活躍、それこそが最も称えられるべきであろう。戦に敗れ よし。うまくいっているみたい。